山添拓君。日本共産党の山添拓です。法案について伺います。自衛隊や米軍の基地周辺で風力発電設備の設置を規制する法案です。電波障害の恐れを防ぐためといいますが、基地の都合で民間の経済活動を一方的に制約するものです。事業者は工事の着手前に防衛大臣に届け出を義務付けられる規律となっています。資料をお配りしていますが、この産経新聞の見出しは外資の参入安保リスクとなっています。防衛省に伺いますが、届け出にあたって事業者の資本関係や関係者の国籍まで確認するつもりですか。木原防衛大臣。法案ですが、風力発電設備の設置により自衛隊のレーダー等に著しい障害が生じる恐れがある区域を電波障害防止区域として告示で指定し、当該区域内に風力発電設備を設置する場合には、設置者に届け出を求めることとしております。届け出事項についてでございますが、風力発電設備が自衛隊等の使用する電波の障害原因となるかを判定する上で必要となる事項として、風力発電設備の位置、高さ、形状などを考えておりますが、それらを含め、必要な事項については今後防衛省令で定めることとしており、省令の策定時に、検討をしてまいります。山添君。そうすると普通は資本関係や国籍などはレーダーなどへの影響とは関係ない事項ということになるでしょうか。木原大臣。届け出事項でございますが、今後防衛省令で定めることとしていると先ほど申し上げましたが、その省令の策定時に検討いたしますが、電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するという、本法案の目的に必要な範囲内で定めると、そういうふうにしております。山添君。事業者と防衛大臣は相互に工事の計画の変更など必要な措置を求めることができるとされています。で、相互にと言いますが、どう考えても防衛大臣側が事業者に対して計画変更などを迫る場面の方が多いだろうと思います。安全保障のために協力せよと言って必要な措置を取るように、協議を求めていくということが想定されます。で、そこで大臣に伺いますが、法案には協議の結果事業者が、計画の変更、それは計画の縮小や場合によっては取りやめるということもあるかもしれませんが、その場合の保証についての定めはありません。何の保証もないのでしょうか。木原大臣。本法案で、ありますが、自衛隊等のレーダーに著しい障害が生じる場合に、防衛大臣と風力発電設備の設置者がレーダーの機能を補完するための措置や工事の計画の変更など、必要な措置について協議を行うこととしております。その上で、双方で、いかなる措置が取り得るかについて、協議を行うわけですが、その際に委員のおっしゃるその費用負担についての協議を行うことも考えられますが、それはもうまさしく個別具体の状況に応じて変わりうるものでありますから、現時点ではその確定的には言えませんが、費用負担についても協議を行うことも考えられます。まず規定がないんですね。協議が整うまでは最大2年間、今日もお話がありましたが、工事をストップさせうるわけです。もしその間に着手すれば罰則を課すわけですね。しかし事業者は計画を作って着手寸前、その段階で初めて自衛隊や米軍の計画を知らされるという事態も起こりうるだろうと思うんです。計画準備段階にかけた費用や、2年間稼働すれば得られた利益、得られなくなる可能性もあるわけですね。今の大臣のご答弁では、保証についてはありうるのだという理解でよいのでしょうか。木原大臣。まさに防衛大臣と設置者との協議、個別具体的なその状況によってその協議の内容はさまざまだと思いますので、具体的には申し上げられません、申し上げることは困難でありますが、その費用負担については協議は行いうるということを申し上げておきます。これは明確にされるべきだと思うんですね。少なくとも憲法29条3項です。私有財産の制約というのは正当な保障がなければ許されないというのが我が国の憲法です。財産権と経済活動の自由を制限するにもかかわらず、何の保障についても定められない。
協議はするとおっしゃいましたが、規定がありません。自衛隊米軍の都合優先というのは私は憲法に照らして理不尽だと考えます。法案には反対です。でそれでは今日は後の時間を使いまして、先日審議した海底防衛省設置法に基づいて新編する海上輸送軍についてまず伺いたいと思います。8日の本会議で大臣はこの海上輸送軍、米軍の輸送を目的とした部隊ではないと答弁されました。でただ私の質問は米軍の輸送を目的とした部隊かどうかではなく米軍の輸送も行うのかどうかという質問でした。もう一度お答えください。防衛省青柳整備計画局長。この防衛力整備計画におきまして、各種輸送アセットの取得に加えまして、統合防衛体制の下、島嶼部への輸送任務等を担う共同の部隊として、海上輸送部隊を新編することとしたところでございます。このように海上自衛隊海上輸送軍は、各自衛隊の部隊と装備品等の輸送任務を専門的に行う部隊として新編するものでございまして、先ほどお話がありましたように、米軍の輸送を目的とした部隊ではなく、また現時点で具体的な輸送計画もございません。山添君、米軍の輸送はそうすると絶対に行わないわけですか。青柳局長。失礼いたしました。そういうことを申し上げたということではなくて、現時点で具体的な輸送計画もないところ、予断を持ってその可能性についてお答えすることは差し控えたいということでございます。山添君。つまり可能性はあるということで否定されないわけです。これは文字通り日米で平坦まで一体化を進めていくということに他なりません。しかも大臣は海上輸送軍が特定利用港湾、南西地域をはじめとする民間港湾を平時から利用することが想定されるとも述べておりますから、米軍を輸送する船がこの特定利用港湾なども使っていく、その可能性も今の時点で否定されていないわけです。そこで特定利用空港港湾の米軍の利用について改めて伺いたいと思います。大臣は9日の党委員会で松沢委員の質問に対して米軍が利用する可能性は考えられますとお答えになりました。しかし従来大臣は米軍の利用は想定されていないと答えています。資料の2枚目をご覧ください。これは内閣官房の Q&A ですが、ここでは米軍が本枠組みに参加することはありませんと記しているんですね。米軍が利用することはあり得る可能性はあるにもかかわらず、参加しないとか想定しないとか答えてこられたわけですか。鹿野局長。お答え申し上げます。今般総合的な防衛体制の強化の一環といたしまして、自衛隊海上保安庁が必要といたします空港港湾を、平素から円滑に利用できるように、インフラ管理者との間で、円滑な利用に関する枠組みを設けた、空港港湾について、特定利用空港港湾としたところでございます。でこのための調整におきまして、インフラ管理者でございます自治体などに対しては、この円滑な利用に関する枠組みは、あくまでも自衛隊海上保安庁の円滑な利用のために関係省庁とインフラ管理者との間で設ける枠組みであってと、でこの中に米軍が参加することはないということを説明してきているということでございまして、実際その通りでございます。で他方でこうした対象となった港湾等につきましても、かねてから米軍はこの枠組みとは別に使用している場合があるということでございまして、で本件の制度ができたからといって、従前のアメリカの利用のあり方等が影響を受けるものではないということを防衛省として申し上げているということでございます。山添君。これこの Q&A ですけどね、そもそも問いと答えが対応してないと思うんですよ。問いは特定利用空港港湾となることで米軍も利用することになりますか、少なくともその可能性が高まるのではないですか。しかし答えは米軍が本枠組みに参加することはありませんとあるだけで、米軍が利用するかどうかということは答えてないんですね。でいわゆるこれはご飯論法ですよ。施設管理者や地元自治体や住民に対してもこういう調子で利用するのかと聞かれたら、枠組みに参加はしませんと、いや実は使うんですけどねと、こういうごまかしを続けられるんですか。木原大臣。先般私が答弁を申し上げたのは、米軍はこの仕組みができる前、これまでもその我が国の民間航空あるいは民間空港港湾を利用してきて
いるということ、そして今般特定利用空港港湾としたその空港港湾についても他の民間空港港湾と同様にですね利用する可能性は考えられるという、そういうふうに申し上げたわけであります。で、まあ委員のおっしゃるようにそのホームページ等の Q&A が、あまりリンクしていないというそのご指摘、明示的に説明するべきではないかというのはですね、そこはそれはそのしっかりとそれを受け止めさせていただいて、まあ自治体に対して説明をする、あるいは国民に対してそういったホームページ等で告知する際にはですね、特定利用港湾、特定利用空港港湾となることで何が変わるのかというそういう観点をですね、円滑な利用に関する枠組みに、まあ米軍が参加することは、そういう枠組みに米軍が参加することはない旨ということをですね、しっかりと説明をしながら、誤解のないようにしていきたいというふうに思っています。松井君、今も参加することはないと言って誤解を招くのような表現をされていると思います。だって自衛隊がより使いやすいようにするために特定利用港湾、まあ、空港港湾指定していくわけですから、日米で共同訓練を強めていく、平時から使っていく、そうなれば米軍の利用も当然増えることが想定されると思うんですよ。ところがそれをここでは書かれていないわけですね。大臣も今そのようにははっきりおっしゃいませんでした。でこの資料の2枚目914の方ですが、こちらは特定利用空港港湾を自衛隊が優先利用することにはになるかという問いがあり、これには優先利用のためのものではありませんと、まあ、割とまっすぐ答えています。でところがですね、3枚目をご覧ください。これは防衛省の2年前4月の資料です。自衛隊の運用上の課題を示したペーパーですが、空港港湾等の優先利用の確保というタイトルで今回の枠組みの構想が記されています。ここには部隊展開や国民保護に必要となる空港や港湾等の施設を自衛隊及び米軍が優先的に利用できるよう平素から調整を行っておくことが必要と書かれています。大臣に伺いますが、優先利用の確保とはっきり書かれているじゃありませんか。木原大臣。特定利用空港港湾の取り組みでございますが、まあ、あくまでも空港法や港湾法等の現行の関係法令がございます。それに基づいて、関係者間で連携し円滑な施設の利用について調整するための枠組みであります。したがって、まあ、そもそも自衛隊海上保安庁の優先利用のためのものではございません。また米軍ですが、今回の枠組みに参加することはなくて米軍の優先利用のためのものでもないということは申し上げております。山添君。いや、この資料にははっきり書いてますよ。自衛隊及び米軍が優先的に利用できるようと、米軍も含めた優先利用を検討しているじゃありませんか。防衛省どうなんですか。田野局長。申し上げます。委員にご提出いただきました資料でございますけれども、読み上げさせていただきますが、武力攻撃予測事態において特定公共施設利用法に基づき部隊展開や国民保護に必要となる空港や港湾等の施設を自衛隊及び米軍が優先的に利用できるよう平素から調整を行っていくことが必要であるということでございまして、ここで申し上げております、まあ、優先的というのは事態の際にきちんと米軍なり、まあ、自衛隊が役割を果たせるように優先的な利用を目指したい、そのために、まあ、平素から調整の枠組みをしっかり整えておきたいと、こういうことであろうかと存じます。山添君。平素から調整を行っていくための枠組みが今度の特定利用空港港湾ですよね。それはすでに自衛隊や米軍が優先的にできるように利用できるよう確保していく、その狙いのもとに作られた枠組みということをここではすでにはっきりしていると思うんですよ。違うんでしょうか。金局長。お答え申し上げます。先ほど申し上げたとおりでございますけれども、まあ、この取り組みにつきましては、まあ、平素における空港港湾の利用を対象したものでございまして、武力攻撃事態のような、まあ、有事の利用そのものを、まあ、対象としたものではないということでございます。で委員がご案内いただきました資料につきましては、この枠組み の議論を始めたときにおきます、まあ、問題意識の一端といったものをお示ししたものであろうかというふうに存じます。山添君。つまり当初は自衛隊と米軍が優先利用できる仕組みをとお考えだったけれども断念したということなんでしょうか。それならその旨はっきりしていただきたいと思います。金局長。お答え申し上げます。
本件特定利用空間公安につきましては、いずれにいたしましても、平素から自衛隊海上保安庁が必要とする空港公安を円滑に利用できるように、インフラ管理者との間で円滑な利用できるようなそうした枠組みを整えていくということでございまして、で米軍がこれに参加するということはないということでございます。山添君、先ほど米軍の利用もあり得るとおっしゃったばっかりですよ。またそうやってごまかされるのでしょうか。この資料には自衛隊の輸送や国民保護に万全を期すため日米両国による民間の空港港湾を含む施設の実地調査を推進するとあります。調査しましたか。加納局長。お答え申し上げます。こちらに書いてございます日米両国による民間空湾、空港港湾を含む施設の実地調査という言葉がございますけれども、そちらとこの特定利用空港港湾とはまたおのずから別のコンテクストであろうかというふうに存じております。で本件制度すなわち特定利用空港港湾につきましてはこの枠組みを用いて、米軍がこれに参加するあるいはこの枠組みを用いて実地調査を行うといったようなものではございません。山添君。おのずから別とはにわかには信じがたいと思いますので整理して委員会に提出いただきたいと思います。五国理事会で協議いたします。山添君。ということはですよ、今の説明ですとこの枠組みとは別途日米両国で民間の空港港湾を含む施設の実地調査を行ってきた、あるいはこれから行う、こういうことですか。加納局長。突然のお尋ねでございますけれども、いずれにいたしましても、自衛隊、あるいはその有事の際におきます、我が国の防衛上のために必要なことにつきましては、平素からさまざまな調査、研究に努めてきているというところでございます。山添君。私はですね、調査をしたからこそ、この間、特定利用空港港湾、その指定につながっていると考えるのが自然かと思うんです。調査の有無、内容について委員会に報告を求めたいと思います。五国理事会で協議いたします。山添君。米国のエマニュエル駐日大使が明日17日、軍用機で与那国町と石垣市を訪れる計画だといいます。玉城知事は自粛を求めています。住民からも資料4枚目のとおり、反対の声が上がっています。駐日大使が軍用機の使用を強行する、これはあってはならないと考えますが、政府からどのようにお伝えになっているでしょうか。外務省大臣官房宮本参事官。お答え申し上げます。ご指摘の報道に関しましては政府としても承知しておりますけれども、エマニュエル駐日米国大使の活動それから内容のや目的に関しましては日本政府からお答えするべき立場にはないとこのように考えておりますのでお答えさせ控えさせていただきます。山添君。いやお答えいただくべきだと思うんですね。軍用機で民間空港を緊急時というわけではないのに使っていくというのかと、優先利用のためじゃない、米軍は参加しないと、地元をはじめ多くの国民を騙すように計画を進めるのは言語道断だと考えます。特定利用空港港湾の枠組みはやめるべきだということを指摘して質問を終わります。山添拓君。日本共産党代表し安保風力発電規制法案に反対の討論を行います。本法案は安保3文書に基づく大軍拡の一環をなし日米一体の軍事体制を強化しようとするものです。政府は敵基地攻撃を可能とする長射程ミサイルやイージシステム搭載艦、衛星コンステレーション、無人機の導入などを矢継ぎ早に進めています。日米首脳会談で日米の作戦及び能力のシームレスな統合を確認し、米軍が進める敵基地攻撃とミサイル防衛を一体化した統合防空ミサイル防衛 IAMD に全面的に参加しようとしています。現にある全国28カ所の警戒管制レーダーや今後設置が進められるレーダーも憲法違反の攻撃を可能とするために不可欠となる設備であり、地域の緊張関係を一層高めることは明らかです。また本法案は既存の自衛隊及び米軍基地の存在を前提に民間の経済活動を制約するものです。政府は防衛大臣と事業者は相互に調整すると言いますが、自衛隊や米軍の運用に障害があると判断されれば協議は対等にはならず、事業者側が一方的に情報を強いられることになるのは明らかです。事業者に対して罰則付きで最大2年間工事の着手を禁止し、工事計画の変更などで事業者側に損失が生じても
保障する規定すらないのは、財産権と経済活動の自由の制約としてあまりにも理不尽であり、容認できません。以上、討論とします。